その時一瞬にして僕は気づいたんですね。これがお金のブロックだと。それが楽に仕事をしてる、楽にお金を稼いでるっていう状態なんです。皆さんこんにちは。世界で活躍する龍使いドラゴンマスター慎吾です。今日も龍TUBE始めていきます。てるんちくん、おめでとうございます。今日は楽にお金を稼ぐ方法というテーマでお話をしていきます。最近ですね、自分の好きなことでお金を稼ぐっていう人が結構増えてきましたね。例えばセラピストとして開業してお金をいただくとかね、もしくはジュエリーデザイナーとして独立してお金を稼ぐとかね、そういった方々すごく増えてきてますよね。そういった方々僕の周りにもいるんですけれども、結構聞かれるのが、慎吾さんお金を稼ぐのが大変なんですよっていうことをおっしゃられる方がいらっしゃいます。あ、なるほどなと。皆さん結構お金を稼ぐの難しい、しんどいというふうに思われてるんだろうなというふうに思ってまして、今日はちょっとですね、その発想を大きく大胆に切り替えていこうかなと思います。お金は楽に簡単に稼いでいいんだよということをお伝えしていきたいと思います。こんなことを言う僕もですね、なかなか昔はお金を稼ぐのができませんで、お金を稼ぐことがすごく難しいというふうに思ってたんですね。なんですけれども、ある時からですね、あれ意外と簡単なんだな、楽ちんなんだなっていうふうに思えるようになったんです。で、そのことについて今日はね、皆さんにシェアしていきたいと思います。まずその前に前提として、最近お話ししている量子力学の話をします。量子力学にはパラレルワールドという考え方がありますね。パラレルワールドというのは平行世界という意味です。つまり今を自分が見ている世界と全く違う世界が同時に存在しているという考え方です。なんかよくわからないですよね。すごくシンプルに言うと、慎吾という人間ここにいますね。ですが違うパラレル世界には慎吾 A ダッシュ、またその違うパラレルには慎吾 A ダッシュダッシュみたいな、そういうですね、いろいろな慎吾がいて、全然違う人生を歩んでいるという考え方なんです。こう聞いてもよくわからないですよね。ですが、量子力学、科学の世界では当たり前になっているようなんです。とても不思議ですよね。ですので、我々は実はいろいろなパラレルがあって、そのパラレルを自分で選べるということになるんです。つまりどういうことかというと、お金は苦しいというパラレルを選べることもできますし、お金は楽で簡単だというパラレルを選ぶこともできるんです。その選択は自分次第なんですね。とはいうものですね、そう言われたとしても、自分はお金を得るのが難しいと思っている人ももちろんいるでしょう。ですから今日は具体的な方法をお伝えします。まず前提としてね、いろいろなパラレルがあって、パラレル世界があって、そしてお金は苦しい、お金は大変だって思うパラレル世界と、お金は楽しい、お金は楽だっていうパラレル世界、両方あるんですよと。そして自分で選ぶことができるんですよということをまず念頭に置いておいてください。その上でお金を楽に稼げる3つの方法についてお伝えしていきます。はい、それではお金を楽に稼ぐための3つの方法の1つ目です。1つ目はお金を楽に稼いでいいと自分に許可を与えることです。お金を楽に稼いではいけないと思っていると、どんどんお金は苦しくなっていきます。頑張らないと、しんどい思いをしないとお金というのは得られないんだと強く思っていると、お金っていうのは得られないんですよね。特に日本人はこういう思考様式を持っている人が多いと思います。先日フランスに行ってきたんですけれども、フランス人はもう昼からみんなカフェでお酒飲んでます。もしくはもう1ヶ月ぐらいバカンスを取ってワインを飲みながらぼーっと生きています。それでも皆さんはお金回ってるんですよね。もちろん国によってそういう経済状況とか社会保障とか違うというのはあるとは思いますけれども、フランスの人たちは一生懸命頑張らなくてもお金は入ってくるんだっていう発想があるんだと思います。非常に豊かで優雅な考え方をされてましたね。ですからフランスの人たちは、自分たちはお金を得ていいんだ、楽してお金を得ていいんだ、そんなに頑張らなくても生活していいんだっていう許可が出てるんですよね。でも日本人はそうじゃないかもしれません。一生懸命やることが美徳ですから、そこをまず変えていきましょう。それを変えるためには、私はお金を楽に受け取っていいというふうに許可を出すことなんです。自分自身に許可を与えることですね。それがまず第一ステップです。2つ目は、休日に行っていることがお金に変わらないか考えてみるということです。これを実際に僕がやったことなんですね。休日にやってることっていうのは趣味です。誰に強制されてることでもありません。好きでやってることですよね。仕事ではありません。それでお金をもらえたらすごく幸せだと思いませんか？それが楽に仕事をしてる、楽にお金を稼いでるっていう状態なんです。ですので僕はサラリーマン時代、土日に本を読んだり、それからセミナーに行ったり、もしくは神社に参拝したり、そういったことをしてました。ですので今僕の仕事っていうのはサラリーマン時代に土日にやっていたことを仕事にしてるんですね。例えば本を読んだり、セミナーを受けたり、セミナーを開いたり、神社参拝したり、そういったことが仕事になっています。なので土日にやってること、趣味でやってることをどうやったらお金に変えられるだろうということを考える。そうするとですね、もしそれが実現したならばすごく楽しいんですよ。軽いんですよ、やってることが。神社参拝イベント、とっても楽しいです。みんなで神社に参拝に行きます、ね、神様に手を合わせます、ね、それで一日が終わります。そうやってお金をいただく。もうそんな幸せなことはありませんよね。もしくは人の話を聞いてセッションをしてお金をもらう。これも僕は土日にやってたことですから、これもまた幸せなんです。ストレスフリーなんですね。はい、土日にやってることをお金に変えられないか、ぜひ考えてみてください。それでは3つ目ですね。楽にお金を稼ぐ3つ目なんですけれども、実際に楽にお金をもらっちゃうってことです。僕も昔はすごくお金って稼ぐの大変だ、しんどいと思ってました。で頑張ってやってたんですけれども、ある時に全然頑張ってないのにお金をポンってもらえたことがあったんですね。でそうすると、あ、なんだ、頑張らなくてよかったんだって思ったんです。これは相手に喜ばれないとか相手のことを考えないとかではないんです。これはサボるとか怠けるとかそういったことじゃないんです。自分は大して努力をしてないにもかかわらずお客さんが喜んでくれるっていう現象が起こったんですね。でそれでお客さんがお金をくださった、ちょっと罪悪感がありました。いいのかな、こんな簡単なことでお金もらっちゃって、こんな楽してもらっちゃっていいのかなって思ったんですけれども、その時一瞬にして僕は気づいたんですね。これがお金のブロックだと。一生懸命頑張らないとお金をもらっちゃいけないというブロックがかかっていたんだなというふうに思ったんです。だからその時自分のブロックを壊すためにもお金をいただきました。こんなに楽して簡単にお金をもらっていいんだと自分に許可を与えるためにも実際にお金をもらったんですね。昔は本当にね、お金を稼ぐのにすごく頑張らなきゃいけない、毎朝満員電車に乗って終電まで働かないとお金って稼げないなと思ってたんですけれども、今は本当にそんなことはないです。自分の才能を発揮して土日でやれるような、すごく楽しくて自分の心からの喜びをやっていく、それだけでみんなが喜んでくださるし、そこにまず逆に集中することが僕のプロフェッショナルとしての意義だと思ってますね。そんな風に発想が変わっていくわけですよ。ブロックが壊れていくとどんどん軽く楽になっていきます。なので3つ目としては、実際に簡単に楽してお金をもらってみるということをしてみてください。自分でまず本当に許可を与えるところから、自分は楽に簡単にお金を稼いでいいんだ、お金をもらっていいんだっていうふうに許可を出してみること、それから土日に自分は何をやってるか、土日というか休日ですね。休日にやっている自分の趣味でやっていることでお金をもらうにはどういうふうにしたらいいんだろうなって思いを巡らすこと。でそれでアイデアが出たらまずそれをやってみましょう。やってみて実際にお金をもらってみる。そうするとですね、どんどん自分のブロックが外れていきます。そうやって自分でアイデアを出して行動してっていうことを繰り返していく。これがすごく大事ですね。はい、ということで今日はですね、楽して簡単にお金を稼ぐ方法ということでお伝えをさせていただきました。LINE の登録がまだという人はぜひチャンネル登録をお願いします。僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクール、ね、このスクールで今日の話をいっぱい話してるわけなんですけれども、まだね LINE 登録してない人はぜひ登録をお願いいたします。それから僕の公式 LINE もねありますから、そちらの登録もお願いします。ということで、龍TUBE見ていただいてありがとうございました。見ていただいたあなた、愛してるよ。せーの、龍、またね、バイバーイ。皆さん、見ていただいてありがとうございました。人気動画はこちら。チャンネル登録はこちら。それでは、次の動画でお会いしましょう。せーの、金運龍上、爆上。またね、バイバーイ。